違う、デジタル初校というところにやってきました。なんかデジタルのあの渋谷に置いてある八甲がデジタルバージョンになっているみたいなんです。現代って感じがします。はい、私渋谷はもう小学生の時から結構お仕事でも今でもね毎日来るくらいなんですけど、でもなんか八甲の存在って渋谷にね必要不可欠な感じがとってもするんですよ。なんか待ち合わせの時とかもじゃあ八甲前でとか八甲の交番前でとかいうのがやっぱり一番多いと思うので、それがね、こんなデジタル化されているのはとてもびっくりです。なんかちょっとあるので、いじってみますか。遊んでみましょう。デジタル発行で世界を旅しよう。スタート。どこの国行こうかな。でも、じゃあやっぱり日本かいっていうね。日本、あ、見て洋服が選べたりするんですね。トラベル中、さっきはイギリスのマークだったのに、あ、なんか毛が生えた。本物のワンちゃんみたい。すごい、どうなってるの。皆さんも遊んでみてください。